なぜだ、なぜお前なんだ。何人が挑んだと思っている？覚悟を決めろ。お前がウルトラマンオブなんだ。俺よりすげえやつがいる。お前だよジャグラー。なのにオーブの光はお前を選んだ。異を唱えても仕方がない。なんだあれ。なすべきことを伝えている。お前に、いや俺たちに。俺たちのファーストミッションか。お前をサポートしろと言うならしたか。だがあまり手を焼かせるな。読み得る前に消えちまった。まずはスターゲートに向かう。ゲートを通過したら射手座銀河まで飛ぶことになる。そこで宇宙悪魔ベゼルグっていうのが派手に暴れてる。お前の任務はベゼルグを操る黒幕を捕らえることだ。俺たちのだろ。ゲートだ。別の宇宙があの向こうにある。生息域をさらに深いところに移したんだな。神殿だ。すっげえ大発見。すごいすごいすごい。あそこ。我が名は佐伯、ドクター佐伯だ。私に女王を差し出す。さもなくば宇宙悪魔ベゼルグを使わし、命の火を破壊する。我が名は佐伯、ドクター佐伯だ。私に女王を差し出す。さもなくば宇宙悪魔ベゼルグを使わし、命の木を吐く。宇宙悪魔ベゼルブ、命の木。全ての命を生み出した聖なる木。それを失えばこの星が滅びます。だからといって女王陛下を差し出せるわけがない。
再起というものは何者ですか？何者であろうが、この男は本気です。我がカノンの衛星軌道に怪物の群れが周回しております。ベゼルブ、神話の再現なら戦神が宇宙悪魔を退治し駆逐します。再現ではなく覆そうとしているのです。戦神を倒せる勝算があるから、あえて女王に戦いを挑んできた。私の命が狙いならなぜ直接ベゼルブに襲わせないの？何か裏があるのです。表も裏も関係なく先制攻撃をすべきです。戦争が始まるのですか？ゆ、あそこ。こそイテザキンガやって看板はないのかよ。まさか歓迎を期待してたのか。聞こえる。何？おい、どこへ行くじゃん。毒針がベゼルブの一番の武器なんだ。刺されたらどうなるの？クグツって毒があって、体に入ったら自分の意志が消えてベゼルブに操られちゃう。悲鳴が聞こえたような気がした。勘で動くな。宇宙で悲鳴が聞こえるわけがない。おい、救助隊にいた頃聞こえないはずの悲鳴を何度も耳にした。悲鳴は音じゃない、心から心への救難信号なんだ。おい、おい、大丈夫か？その二人はこの子の親だ。戦争は嫌です。親が子を残して死ぬようなことは絶対に嫌。平和に解決する策がきっとあります。では聞こう。衛星軌道の怪物をどうするおつもりか。策がないなら私の案を提案させていただく。直ちに再起の基地がある無人惑星ザインへと我が軍を送り込み、先制攻撃をかけるんです。相手は科学者一人、すぐにも制圧できます。女王を最前線に立たせるおつもりですか？そのための王家の地ではありませんか？将軍、私は
戦神になるつもりはありません。宇宙悪魔ベゼルブだ、絶対に毒を受けるな。あんな臆病な小娘が我らの最終兵器だとはな。待って、王家に代々伝わるものです。災いを避けるお守り。なぜ私に？あなたにお願いがあるの。交渉で戦争回避できるのかな。隊長一人で残員に乗り込むなんて。戦争だけは避けたい。天手様も必死なんだよ。君の女王様は賢いね。無駄な争いは避けて対話を選択したんだからさ。知的生命体だなんて言いながら暴力で解決する野蛮人とは大違いだ。いきなりよその星を脅迫するあなたは野蛮ではないと。面白い。私が野蛮だと思ってるなんて最高のジョークだ。じゃあさ、今から面白いもの見せてあげるよ。クイーン、お待たせ。怪獣たちのクグツ濃度だ。2匹は今ベゼリブに支配されている。で、そのベゼリブはクイーンの支配下だ。そして私はクイーンに指示を出せ。どういうことかわかる？クイーンに命じれば毒を打たれた全ての生き物を操れる。クイーン、始めてくれる？
ラフ見て。勝った方のクグツ濃度がググンと上昇する。そしてこのパワーは最終的にクイーンに送られる。クグツ濃度を高めてどうする？クイーンのパワーを高めてクグツを全宇宙に広める。毒の力で宇宙を支配するのか？悪いことみたいだね。君だって女王様に支配されてるのに。私はアマテ様に操られているわけではない。そうかな。シンラ君たちもすでに別の毒で操られているんだよ。自分の星を愛する心、女王様への忠誠心。重要なのは目的。私たちがクグツを使って成し遂げたいのは争いのない宇宙の創造だ。悪いことかな。ミン、サラ、もう誰もこんな悲しい目に遭わせない。ごめん。今はこんなことしか言えない。こんな約束しかできない。戦わないで平和を守ることはできないの。よし。あなたは誰？君は誰？闇の中光が導いていく。
理想を追いかけたらダメか。新手の怪獣だ。シンラが私に毒を。お前らの隊長は今や逃亡犯だ。君の大事な女王様は私にとっても大事な女王様なんだからさ。